大江町の小学校では児童が昔ながらの方法で稲刈りを体験しました。春に自分たちで田植えを行った児童たち、今日収穫を迎え喜びを感じているようでした。イエーイ、楽しいです。大江町立本郷東小学校では児童たちに米作りを通して地域の魅力を感じてもらおうと毎年米作りを行っています。今日は今年の春に小学5年生の児童およそ20人が田んぼの先生の農家渡辺敦さんに教わりながら手で植えた山形95号の稲刈りの日です。稲刈り釜っていうのは稲を刈るために特殊にこのギザギザね、ノコギリのような刃になっています。収穫の仕方は昔ながらの手作業、鎌を使って行われます。児童たちは刃を引くようにして刈り取るなど鎌の使い方を教えてもらい、早速稲刈りのスタートです。稲が想像よりも固く悪戦苦闘する児童も。固いの、これ。一方、手際よく次々と刈り取っていく児童もいました。家だとお父さんの鎌を描いて草刈りとかやってすごく楽しいです。最初はお金びっくりだったんだけど、だんだんやってるうちに慣れていって、さすが農家地域の子どもたちだなっていうふうに思います。渡辺さんによりますと、今年は猛暑や雨への対応に苦労したということですが、栽培管理を徹底したことで例年通りの収穫量を見込んでいるということです。ザクって音がしてすげえ気持ちよかったです。この一つ一つの米がみんなの努力とかが詰まってるから、なんか嬉しかった。なんかすごい感動した。みんなに美味しいって言ってもらえるようなお米がいいです。児童たちは稲の成長や収穫の喜びを感じているようでした。今日収穫された米は11月の授業で児童たちが自分で炊いて味わうということです。自分たちで炊いて食べるんですね。どんな味がするんでしょうか。いや、もうきっと美味しいですよ ね、特別で、うん、やっぱり収穫自分たちでしたお米ですから、うん、お茶碗のお米一粒残らず、うん、全部食べたくなりますよ ね、きっと。その米粒一粒一粒の見る目がね、うん、きっと今まで以上にこう変わったんじゃないでしょうか、うん、素敵な経験だと思いました。